今日はモテるくんがやっている外見に自信がなくてもモテる方法ということでお話をさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。あなたは女性を好きになるときにまず最初に何を重視しますか？頭の中で顔、女性は顔だって思い浮かべた人は多いんじゃないでしょうか。だから自分も顔で選ばれてるんじゃないかなってすごく自信がない人もいると思うんですね。そんなあなたでも大丈夫です。女性が見ているのは顔ではないんですね。実は女性は顔ではないところを見てるんですね。女性は実際安心や安全を求めてるんですね。別に顔が良くても安心安全を与えてくれない人に対しては全然魅力を感じないんです。皆さん街を歩いてる時にすごい綺麗な女性と、え、なんでこんな人が綺麗な男性と歩いてるのかって思う時ってありませんか？よくまさに言う美女と野獣、美女と野獣を見かけて、なんで俺だって、じゃあああいう綺麗な美人の人と付き合いたいよって、ちょっとやきもち焼いたことありませんか？そういった男性は顔ではなくてその女性に対して安心や安全を与えてあげているからこそそういう美人の女性と付き合うことができるんですね、はい、ではどうやったら女性に安心や安全を与えることができるか、はい、それは清潔感です。清潔感、どうしてかと言いますと、やはり女性は子供を産んだりしますよね。なのでやっぱり清潔な人じゃないとその人に安心安全を求められないんですよ。なので清潔感だったり自分を守ってくれる、そういった心の器の広さ、そういうことが必要になってきます。なので皆さん、自分に自信がなくても大丈夫、女性に安心安全を誰でも与えることできますよね。優しい言葉をかけたりですとか、まあ、例えばじゃあ荷物を持ってあげたりとか、そういう優しさがあれば誰でもモテることができますので、もしあなたが顔に自信がなかったとしても、そういった安心安全という面で女性に接してあげてください。そうすればあなたも絶対にモテるようになりますよ。試してみてくださいね。バイバーイ。彼女が欲しい、もっといろんなテクニックを知りたいと思ってるそこのあなた、下の URL にアクセスしてみてくださいね。